SLH 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 SLH。 こんばんは、皆さん調子はどうですか？イエーイ、行っちゃうわよ。ゆうま、りょうちゃん、しらはん、カラス、 SLH TV。はい、というわけで SLH TV 始まりました。今回はプレゼンスパーティーです。というわけで、ちょっと全然クリスマスパーティーと関係ないところから入るんですが、はい、こちら完成したやつです。はい、そうやん。はい、それは亮君が俺の作ったと思わせておばちゃんが作った。そう。でも結構いい感じよ。いい感じよ。でこれがカラス、カラス君が作ったやつ。良さそう。で俺が作ったやつで、ゆうちが作ったやつと。そう。意外とちっちゃいな。意外とちっちゃくなったね。全体的にね、うん、俺のだってやつとかほんまこんなんやったもん。めっちゃでかい。直径みたいになった、ね、ちょうどいい、ちょうどいいぐらいになった、うん、っていうわけで、これからクリスマスパーティーを始めていきたいと思います。はいはい。で今回ですね、クリスマスパーティーを始めにあたって、ゲストの方がいらっしゃいます。今回は4人だけじゃなくて、なんと、なんと誰、なんと今回はお二組、二組、はいはい。まず ATY から。おー、よいしょ。アティ、アティ、はい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 、はい、ATY はい、の二人が、はい、ATY で、はい、おなじみ。でもちょっと珍しいね、 TV に参加っていう。 TV は初めて、初めてね、ちゃんと出るの初めてです。そうですな。と、そして、もう一チームが、ダムン佐藤でございます。そしてこうやって、はい、というわけで、この8人で、これからはクリスマスパーティーを行いたいと思います。よろしくお願いします。よし、大丈夫ですか？はい、そい。というわけで、これからクリスマスパーティーを始めていきたいと思います。はい、それじゃあまずは乾杯からいきたいと思うんで、いいですか、浮き継ぎパイセン、いいんですか、僕でオープンしてください、ぜひ。いきます。はい。おー、危ねえ。どこに向けたらいい？真上で、真上で、真上、こっかい、バーン。いきます。はい、いきます。はい、おー、冷たい、冷たいよ。負けるんじゃなかった。イエーイ。それじゃあ乾杯の温度を、はい、カラス君お願いします。俺か、うん。今年もこうやってね、みんなでクリスマスを迎えることができて、僕は感無量です。こうやってやっぱずっと毎年毎年あの仲間でクリスマスを祝えたらいいなって思うし、しかもあの今年は ATY もいるし、まあ来年はあのまずはザットとかね、まあみんな入れたらいいなって思うわけで、長いな、これ。うん、やっぱりこういろんなことが起きて、はい、あの1年間で、おおと、今年も濃かったしさ、あの挑戦っていうさ、いろんなこう俺らの目標っていうのを掲げてやってきて、クリスマスを迎えるっていうね、やっぱそういうのを採用してあの行きたいと思います。乾杯。乾杯。これ、コーデにしたいな。また振るかもしれない。シャンパン酔う、俺。これやばい。これやばいよ。俺今一気に顔熱くなったもん。いや、カッカ来るね。あ、これか、これのせいだ。すげえ熱いな。そっち。あとね、まだ午前中っていう。やばい、まあ、早すぎ。朝の10時でございます。それでは、はい、恒例の、はい、トークコーナーに行ってみたいなと思います。今回はね、ATY もダブル佐藤もいるから、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思っております。聞きたいよね、俺ら。俺らだって去年話した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 。そうだよね、もうネタ切れ。もう
ネタあげる。人生薄ないよ。薄い、そんなの。はい、それではいきます。はい、今回のトークテーマ一発目はこちら、ドドンドドンドドン、クリスマスの思い出。はい、はいです。これ去年したやつ。これ去年しましたね。クリスマスの思い出をちょっと語ってもらいましょうというわけなんですが、まあ SLH はね、前、去年答えてもらったんで、うん、気になる方は去年見てください。今年は、じゃあ ATY からね、いろいろ聞いていこうかな。はい、まあじゃあクリスマスでもそんなにないけど、うんうん、おでも、前付き合ってた人と出会った。おお、前付き合ってた人。これ今日めんどくさいね。もう酔ってる、もう酔ってる。付き合ってた人が、はいはい、バイトしてた時にバイト先一緒の人で、うん、でそのまあ、飲食店でバイトをしてた時に、うん、まあ、クリスマスだから忙しくって、うん、で、まあ、2人ともクリスマス当日はバイト入ったんですよ、うん、クリスマスやのに2人とも。まあ飲食店じゃね、バイト入って忙しかったからクリスマス当日は入って、で次の日一緒の休みを取って、でどうしようみたいな、で次の日になりました、うん、で直接会って、ノープランだったからどうしようかっていう話をしてたら、うん、なんかイルミネーションとか見たいよね、ちょっと季節でそういうのって言って、どこのイルミネーション見ようかって言ったら、うん、相模湖のイルミネーションがすごい綺麗なところがあって、あ、いやでも遠いけどどうするって、うん、でその場でじゃあレンタカーしちゃおうって言って。あ、いいね、いいや、うん、俺その場レンタカー結構好き。オッケーオッケーオッケー。それですよ。その場でレンタカーして。俺もその場レンタカー。いやいやいや。いいよね。それですよね。行って、でそのまま見に行って、ものすごい綺麗で、うん、じゃあ帰ろうかっていう話をしたら、うん、なんと知らない間になんかホテル取ってくれてて、向こうが。エロい話ですか。もしかして目がここから始まっちゃう感じですか。顔、鼻息がすごい。鼻息がすごい。でも多分みんな思ったと思う。今放送できますか。みんな思ったっていうことがあったんや。っていうことがあったっていう、サプライズね。そうそうそう。プレゼントまではいかなかった。プレゼントがそのホテル。それはもう忘れた。はまあでもあったけど、うん、うん、あーでもイルミネーションが綺麗でホテル撮って大家さんよかったね。やっぱサプライズがすごいよかったね。ちょっとやっぱさ、一個だけちょっと気づいたこと言っていい？いいよいいよ。ゆかりさ、イヤリングまでさ、クリスマスなんだよ。素晴らしい、素晴らしい、すごい、ツリーがちゃんと、もうもはやシラハンなんかクリスマスのかけらもないもんね。見えるかな。俺朝買ってきた。買ってきた。捕まえた。朝買ってきた。俺たちの仲間を。